新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、小幅ではありますが、2週連続での値下がりとなりました。石油情報センターによりますと、12日の時点で,円銭でした、県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、先週に比べて20銭安い、1リットル当たり145円60銭でした。県内ののレギュラーガソリン平均価格は去年5月、新型コロナウイルスによる景気悪化が懸念され、 116円90銭まで下落しましたが去年12月以降はワクチンの普及による世界経済正常化への期待感から価格の上昇が続いていました先月29日まで16週連続で値上がりしていましたが先週からは小幅ではありますが値下がりに転じました値下がりの要因について石油情報センターは3月半ば以降再び世界的に感染が拡大していることから 経済活動停滞への不安感が広が広ったためと分析しています今後の価格の先行きは、感染の拡大状況に左右されるため、不透明としていますが、来週も小幅な値下がりが続くと見込んでいます。